今日は薬学部の6年間すべて話しちゃいます。ようこそ薬剤師のオフィスへ、管理人のハーフィーです。本日はですね、タイトルにもある通り、薬学部6年間の流れってどんな感じなのっていうのをですね、解説させていただこうかなと思っております。で、実際に私はですね、3年前学生だったんですけれども、その時に同じ高校の友達から、薬学部って6年間も大学行って何すんのみたいな感じで結構言われたことがあったので、いつかですね、この動画を作りたいなと思っておりました。で、今回の動画では高校生の方々で薬学部を目指している方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひですね、薬学部のカリキュラム、1から6年生の時にこういうことやるんだなっていうのをですね、分かりやすく伝えられれば幸いです。今回のですね、動画の流れとしては、まず薬学部には種類があるので、それについて触れさせていただいてから、1から6年生までの流れっていうのを解説させていただきます。で、主にですね、4年生、5年生、6年生にですね、特徴的なカリキュラムがありますので、それについてですね、詳しく触れさせていただこうかなと思っております。わかりやすくですね、伝えられるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは今日もタフに行きましょう。はい、まず皆さん、薬学部って薬剤師の免許を取るための学部じゃないのって思う方々いるかと思うんですけれども、薬学部って大きく2つに分かれるんですよね。それはですね、薬学部の薬学科と薬学部の創薬学科というのに分かれます。で、前者の薬学科っていうのが6年生の大学、創薬学科っていうのが4年生の大学なんですね。で、皆様が普段イメージされている薬剤師の免許を取るための薬学部っていうのは薬学科の方なんですよね。じゃあ創薬学科って何なのっていう話なんですけれども、こちらはですね、4年生のカリキュラムになってまして、主にですね、研究職になる方々のカリキュラムなんですよ。今現在では国家試験の薬剤師免許を取るにはですね、とりあえず6年間薬学部に行かなくてはなりませんということで、4年生の創薬学科では薬剤師免許を取ることができません。ただ創薬学科は4年で研究職に行けるので、研究職に関しては薬剤師免許がなくてもできるよということになります。はい、では早速中身に入っていきましょう。まずですね、入学してから大学3年生まで、ここはですね、僕のイメージからするともう勉強するのみっていう感じでしたね。もちろんですね、実習とかが入ってきたりしてレポートは書くんですけれども、やってることはですね、まあイメージからすると高校の延長上みたいな感覚でした。1から3年に上がるにつれて専門分野が増えてきたりはするんですけれども、実際にやってることは座って問題を解いて、まあテストに合格するみたいなね、生活をしてような気はします。で、これ僕がですね、高校の時に勘違いしてたことがあって、数学とか統計学、ああいう計算中心の科目って1年生の時になくなっちゃったんですよ。で、僕の強みがまあ数学1個そうだったんで、っていうのも暗記が苦手だから理数系に来たわけなんですよ。で、数学とかが得意で大学でですね、活かせるかなと思ってたんですけど、もちろん1年生の時はね、すごい活かせましたよ。微分積分とかもあったんでね、できたんですけども、それがなくなっちゃう、あ、自分の強みなくなっちゃったよみたいな感じになっちゃったんですよね。で、それで数学の代わりに入ってきたの何かっていうと、解剖学とかね、暗記系の科目がめちゃめちゃ増えていくんですよ。なので理数系の皆さん覚えててください。薬学部はめちゃめちゃ暗記系です。これはですね、しっかり覚えていただきたいです。で、今薬学部を考えている高校生の方々、少し不安にしてしまったかと思うので、ちゃんと朗報もありますよと。で、大学の1年生で化学と物理と生物、まあ物化生とか読んだりするんですけれども、この科目ですね、いきなり登場するわけなんですよ。で、僕の経験からすると、僕化学選択って言って化学しかやってなかったんですね、高校3年生の時に。なので、物理と生物を全く頭に入れてない状態で入学しちゃったんですよ。で、周りも結構そうで、何かしら物化生の中でやってない科目があるんですよね。で、それって私大丈夫かなみたいになるじゃないですか。で、全然大丈夫です、安心してください。なぜかというと、高校でやってた物化生の範囲って、まあ生物はちょっと被ったりしますけれども、それ以外の科目ってあんまり高校の知識を大学1年生に活かせなかったりするんですよね。なので、大学1年生からしっかり勉強していれば、全然ですね、テストには合格することができます。はい、自信持ってください。あとは科目数についてですかね。1年生から3年生にかけて科目数が徐々に上がってきたりします。1年生の時は、まあ、1桁9科目とか10科目だったりするかと思うんですけれども、最終的に3年生になった時は科目数が13とか14になったりするんですよ。で、3年生が一番きつくて、科目数が13になった時にテスト期間が1週間になったりするんですよね。で、13科目も勉強するって1ヶ月ぐらいですね、勉強期間を取らなきゃいけないので、まあ、アルバイトの選択とかを気をつける必要があります。
ますよということですね。なのでアルバイトに関してはこの間の動画でですね解説させていただいたので、そちらの動画見ていただければと思います。でこれ僕の主観的な意見であるんですけれども、6年生に薬剤師国家試験を受けるわけなんですけれども、その次に辛かったのが3年生の学校のテストでした。まあそれぐらいですね、3年生は結構山場だと思いますので、しっかりですね、入学してきた方々は気合い入れてですね、1から3年生までは勉強しておいた方がいいですよというのが僕からのメッセージでございます。はい、では次、1から3年生、無事にですね、終わって4年生に行きたいと思います。4年生でやることとしては大きく3つありまして、オスキーと CBT と、あとは研究室の活動っていうのがあります。で、このオスキーと CBT っていうのが、特にですね、重要な要素になってきますので、こちらをですね、詳しく説明させていただきます。で、まず、このオスキーと CBT っていうのは4年生の終わり頃に受けるテストなんですね。で、オスキーの方が実技試験、CBT というのが筆記試験。まあ今ね、パソコンでやったりするんですけれども、マークシート形式のですね問題になってきますよと。じゃあオスキーの実技試験で何やるのって話なんですけれども、患者対応とかですね、あとは軟膏の混ぜとか、あと注射のですね根虫とかをやりますね。本当にですね職場でやるような実践のようなテストをやります。じゃあですね、こちらの CBT はどういう感じなのっていうと、問題数はですね310問ありますよと。でこれ聞くとめちゃくちゃ多いと思うじゃないですか。ただ問題のレベルとしては基礎的な能力を問うレベルなので、1から3年生までしっかりですね勉強していれば CBT の練習をしなくても一発で合格するレベルです。実際に薬学部に入られた方は1年生からですねしっかり勉強していただくのがおすすめでございます。はい、では次に5年生に入っていきたいと思います。やることとしては薬局病院実習、そしてインターンシップであるとか、もちろん研究室の活動はありますよね。で中でもこの薬局病院実習っていうのがすごくね特徴的で重要な要素になってきますので、こちらを中心に触れさせていただきます。でまず両者ですね、薬局病院とも実習期間は11週間ずつになります。で1年間を4つの区切りに分けて、この期間のどこかしらでですね薬局病院って行くんですよ。なので同じ学年の友達とかも全くですね別行動になってしまったりしますね。でこの実習を受ける順番なんですけれども、必ずですね薬局実習の後に病院実習を受ける順番になってます。でその間ですね11週間期は開かないですね。必ずもう薬局実習をやったすぐ後に病院実習をやるということ、つまりですね1、2期か2、3期か3、4期ということですね。そして実習の内容として、まず薬局実習の方は主にですね調剤であるとか患者様へ薬を説明する服薬指導とかがメインになってきますね。調剤っていうのは患者さんが持ってきてくれた処方箋を正しくですね見て薬を集めるっていうこと、そして服薬指導っていうのは隣にですね指導薬剤師さんっていう先生の方がいらっしゃいますので、その人に見てもらいながら患者さんにですね薬を説明するというようなですね実践的な練習を行っていきます。で薬局って結構小さいんで、一つの薬局に実習に行ける生徒っていうのは本当に一人か二人です。でその二人だった場合、一人が違う大学の子だったりするんで、本当に単独行動が多くなる時期でありますね。それに対して病院っていうのは基本的に集団行動っていうのがメインになってきます。もちろんですね二人一組になって病棟に出たり、あとは数人でスモールグループディスカッションって言って話し合いをしたりするんですけれども、基本的にはグループで動くっていう感じだと思います。で明らかに薬局と違うところは薬剤師以外の医療人の方々がいるので、その方々たちとですね相談、まあカンファレンスっていうんですけれども、そういうのをしたり、あとは薬局にはないお薬、点滴のお薬であったり、あとは麻薬製剤であったり抗がん剤であったり、そういう勉強をしたりしますよと。で最後に症例報告っていうのがあって、自分がその実習期間で学んだ症例っていうのをみんなの前で発表したりもしますよと。なので両者11週間と期間は同じなんですけれども、病院の方が結構レベルが高いかなっていうイメージがあります。はい、それでは最後、最上級生6年生でやることについてやっていきましょう。まず6年生でやることとしては国家試験の勉強、これがもう第一ですね。次に卒業試験の勉強、そして卒業論文の作成、就職活動などがあります。就職活動については、まあ、僕の場合であれば薬局っていうのは結構就職活動早くて、6年生のもう5月の時ぐらいには僕はもう決まっちゃってましたね。病院の方だと夏ぐらいまで行ったり結構遅くなったりするんですけど、まあそれは職種によって変わるのかなっていう感じです。で卒業論文っていうのは4年生から研究室の活動をしているので、
そこで行った活動について卒業論文を作成するっていう感じですね。で、最初に言ったこの2つが紛らわしいですよね。卒業試験と国家試験っていうのがあるかと思うんですけれども、卒業試験っていうのは自分の大学の先生方が作った問題なので、大学の中で判定基準が決まるテストになります。で、国家試験っていうのは全国的に決まっている厚生労働省が出している試験で、卒業試験っていうのは主に国家試験にで、ね、準じて問題は作られているんですが、大学によって試験の問題は異なってきますよということです。で、最後にね、この薬剤師国家試験についても触れさせていただきます。このテストは2月中旬に行われるテストなんですけど、なので、6年生の卒業する1ヶ月前くらいですね、確か2月の第3土曜日と日曜日の連日で行われるテストだったと思うんですけれども、345問ありますよと。で、ここでね、思った方いると思うんですよ。先ほどの CBT 310問じゃん、あんまりですね問題数変わんないんだって思うかと思うんですけれども、このね CBT と国試ってもう難しさが全然違うんですよ。そもそも国家試験って3個の領域に分かれてまして、必須問題、理論問題、実務問題みたいな感じで分かれてるんですね。で、必須問題がもう基礎的な問題で、ここで点数を取らないと受からないよみたいなですね問題なんですけど、この必須問題の難易度が CBT と同じくらいの感じです。これをですね聞くと結構怖くなっちゃうと思うんですけれども、しっかりですね、まあ、勉強して卒業試験も受かっていれば、薬剤師国家試験にも基本的には受かるようにはできていますので、勉強頑張りましょうよっていう話です。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。私もですね国家試験を受けた身ではあるので、今後ですね薬剤師国家試験の問題とかもね解けていけたらいいなと思っております。ぜひですねこのチャンネルいいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はありがとうございました。そういえばですね、この間薬剤師国家試験を控えている後輩の方と勉強したんですよ。国試の問題全然解けませんでしたもうね、まあそういうもんですよね。なので、まあちょっとね、悔しかったので、これからね、国家試験の勉強を私はまたしていきたいと思います。ぜひですね、国家試験の内容もやってほしいっていう方がいたらね、教えてください。ということで、今日はお疲れでした。Oh my god!